皆さんこんにちは。現役産婦人科医師のママジョイチエコです。先日日本でも遅ればせながら中絶薬の使用が認められました。中絶っていうとこれまでは手術による方法しか日本では認められていなかったんですが、中絶薬を使うと手術なしで薬のみで中絶ができますね。今回はその中絶薬による中絶について、実際どういう効果があってどのような中絶の流れになるのか、メリットとデメリットについて詳しく解説していきますね。ママジョイチエコチャンネルでは人生100年時代に役立つ健康情報を発信しています。いいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。さて、中絶薬とは妊娠を終わらせるための医薬品です。世界各地で広く使われていて、一般的にはミフェプリストンとミソプロストールの2種類の薬剤が組み合わされて使用されます。ちょっと専門的になりますが、ミフェプリストンが妊娠の維持に重要なホルモンプロゲステロンの働きを阻害します。これによって子宮の内膜が剥がれて妊娠が終了します。そしてミソプロストールというお薬が子宮収縮を促して剥がれた組織を体外に排出するという働きを起こします。つまりは子宮内膜を剥がすお薬と子宮を収縮させるお薬のコンビネーションで効果が出るんですね。中絶薬の使用は医師の指導のもと行われます。一般的な手順としては、まずミフェプリストンを口から摂取します。通常これによって妊娠が終了します。その約36時間から48時間後にミソプロストールを摂取します。これによって子宮収縮が引き起こされ、子宮内の組織が排出されます。約2週間後ぐらいに医師の診察を受けて正常に中絶できていることを確認していきます。中絶薬は妊娠の初期に対して有効で、日本では妊娠9週0日以下の方のみの使用が認められています。実際にお薬が使えるのかどうか、持病や飲んでいるお薬の種類によっては中絶薬が使用できない場合もあります。また医師の判断にもよりますので、必ず医療機関で相談してみてくださいね。中絶薬は非常に高い中絶成功率があります。世界保健機関 WHO によると、初期の妊娠に対して 95% から 98% 程度の成功率が報告されています。ただし効果は妊娠の進み具合にもよります。妊娠が進行しているほど効果は減少し、失敗のリスクが高くなります。薬のみで中絶が不成功の場合は手術が必要になることもありますね。中絶薬の使用後のデメリットとしては、副作用が現れる可能性があるということです。これには出血だったり痛み、吐き気、頭痛、発熱などが含まれます。これからご紹介する症状が現れた場合、直ちに医療機関に連絡する必要があります。一つがたくさん出血する場合ですね。パッドを2時間ごとに完全に濡らしてしまうようなものがある場合には注意が必要です。また持続的な高熱、38度以上が24時間以上続く場合も注意が必要です。その他強い痛みや強い吐き気、嘔吐が出る場合も医療機関に連絡するようにしましょう。中絶薬は自身の体と生活に最適な選択肢を選ぶための一つの手段です。効果的である一方で、副作用や精神面への影響にも注意する必要がありますね。手術よりも体への負担が軽くなるのはメリットです。一方で使える期間が限られていることや副作用のリスクもあります。どの方法を選ぶにせよ、医師と十分に話し合って決定することが重要ですね。日本では中絶薬を使えるところは一部ですが、これから徐々に増えてくると思います。というところで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。